はい、それではインタビューを始めます。まずお名前からお願いできますか。伊藤きららです。はい、伊藤きらら選手、今日のラウンドどうでしたでしょうか。今日はショットとがもうセカンドドライバーは良かったんですけど、セカンド以降が全くうまくいかなくて、で寄らないし入らないラウンドだったので、なかなかスコア、パーを拾っていくことができなくて、スコアが作れなかったのが良くなかったなという感じです。ちょっとストレス感じる。ずっと感じましたなるほど、はい、それは何でしょう。コースのコース難しかったですか。コースは練習ラウンドを来させていただいて、はい、その時に行っちゃいけない方とかは一応頭に入れてのラウンドだったので、距離もそんなになかったので、もうセカンド地点もフェアウェイからライ的にはいいところから打てたんですけど、左右散ってしまったりしたので、ここ最近ずっとショットドライバーに苦しめられてて、なかなかフェアウェイに置くことができなかったんですけど、今回はそれは良かった点で、また次回に向けて調整していきたいなと思います。いい課題が見つかった感じですね。はい、ありがとうございます。そうしたら、本日は初出場、はい、どうでしたか雰囲気。雰囲気はやっぱりこうサポーターの皆さんが一緒にこう歩いてくださったり声かけてくださっているので、緊張というよりはすごい楽しい一日でした。良かったです。はい、ありがとうございます。では今後の予定、何か決まっていることなどありますか。はい、今後は来年度プロテスト合格に向けて頑張っていきたいというところなので、またこの試合を機に反省点を生かして頑張りたいと思います。はい、応援してます。はい、ありがとうございます。はい、では最後になります、サポーターさんに一言メッセージをカメラに使ってお願いします。はい、今回 初出場ということで、サポーターの皆さんのサポートがなかったら私は出場できなかったので、これからは見せれるゴルフというか、もっとピンを狙っていけるゴルフを皆さんに見せられるように頑張りたいと思います。今回はありがとうございました。伊藤きらら選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。